どうもこんにちは、ゆきしゅうです。今日も簡単にやっていきたいと思います。そんな感じで本日は甲子園公式戦第2試合でございます。関東大会かな、関東大会第2試合でございます。効果勝って甲子園を確定させましょう。今日は誰がいいんだ、島尾、お前おしめでいこうか。島尾くんでいきたいと思います。オーダーくんでまいります。こんな感じのオーダーでいきたいと思います。やかしい、さあ始まりました、秋の神宮大会2回戦でございます。だからこの声してるとさ、あいよ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 らんごやむごめんよらんごみたいな思い出せない、あのお経みたいなやつ。もしよろしければチャンネル登録高評価の方お願いいたします。総合戦力 B でございます。マジで総合戦力もう B くんのね、強っ。この時期の総合戦力 B ってほぼ A なんだもん。 A マックスと一緒よ。ベイマックスやん。ベイマックスなんとかして、ベイマックス手を閉じて、手を閉じる、目を閉じれば億千の星一番、光る前がいる、初めて一途になれたよ。あ、ゲッツー、ダメ、ゲッツー、ゲッツー、阻止、やばいね、やばいね、やばいね。ここで走れないのがまだでかいね。あ、いっそ走ってみる、いっそ走ってみる。オッケー、いいね。もういっそ走っちゃう、もういっそ走る。で、ここで、なんか、こうすれば、ゲッツーはありません。最低限、さっきの打球でも、オッケー、さっきの打球じゃない。フィアです。ナイスです。これが島明です。よし、点を重ねていきましょう。で、栄は打てるかな、打てるかな。栄打てる子なのかな、打てる子なのかな、もっと OK 打てる子かもね、もしかしたら栄って、栄えてるじゃん、打撃も栄えてるね。でまあ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 期待はしないよ、期待はしない、期待はしない、犠牲フライでしょ、まあ期待はしない、ピッチャーだからね、しょうがない。で今津くんが謎にめっちゃ打ち始めてます。センター返しかな、めっちゃ打ち始めてるじゃん、3割1分5厘。もう1番がもしかして適正だった打順、適正打順だった説あるよね。1、2塁です。で、赤尾くんはそんなに打たれないと思うんで、オッケー、ゲッツー、ゲッツーじゃない、おいしいね。藤本くんの送球の乱れをカバーする大木が素敵、よし、緩急でやばくない、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス、まだ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 、こっからよ、こっから、オッケー、締めて、オッケー、センター返しでいきましょう。ここ1本1本打ってほしいな。あー、今の厳しいか、オッケー、これがね島明の真骨頂、こういうなんだろう、ポテンヒットみたいな、コースヒットじゃない、コースヒットがやっぱこう島明の真骨頂のところあるよね。で、ジェフ調で果たして点は取れるのか、ジェフ調じゃない、不調で宮部、これインコースヒッターかもなー、まあ犠牲フライ実質バント。では藤本です。藤本ここはですね流しですね、藤本頑張れ、藤本フジモン、まあ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 、林今日もホームラン打っております元気に。ここまあ打てたらでかいけど、でかい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 、これが高野一郎です。いや本当に復活してほしいな。でもまあ島明のこれよ、バビってるよ絶対。まだまだ行こうか、次1点取られたら赤尾くんを下ろしたいと思います。 OK、 エースだね、赤尾くんエースね、外角で、あー、まあ、ここはピッチャー交代かな、次の状況見次第で、あんまり引っ張りすぎても良くないんで、まあ、100球投げてるしね。赤尾、あー、ここだけ行ってもらおうか、ファイト使って、ここだけ切り抜けてくれ、頑張って、この回切り抜けたらでかいな。 OK、 これがエース、OK、 今絶好調だよね、まだまだ絶好調だよね。ここも行こうか、外角で、赤尾くん一人で投げ抜け、ここまで OK、 いいね、エース、これがエースです。で、ここはもう宣言通り変えましょうか、ピッチャー変えたい、ピッチャー交代で、出川で行こうか、一回、やばいよ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 、ここファイト一発、外角、もう左のアンダースローがきっと怖くて、もう恐れ多いと、OK、島明君だ、それで島明君はオールウェイ候補かな。 OK、 このまま回避のいいだったんで、ストライク取れ先行でいきたいと思います。ストライク先行で、 OK、 いいね、変化球投げまくって、あー、まあさすがにだよな、
ここだな。ピッチャーしても、ピッチャーどう、古谷に変えよう、あえて。で、ここはですね、古谷は、これあれかな、お調子者だから、これはお祭りだね。まあ、球速伸び C なんで、ここは緩急で押していくスタイルでいきましょう。1点は覚悟、1点はしょうがない。まあ、赤尾くんの防御率が悪化するけど、1点は仕方がないんで、ここは、ですね、ここは長打警戒かな、外角で。OK かな、OK ね、定位置。全然長打警戒でする必要なかった。ワンアウト1塁、ここは1点取りに行きましょう。で、赤尾くん、下ろそう。矢沢くん、ダイソーで。こういうところでダイソーがいるのはやっぱ強いですよね。走りまーす。OK。で、そこをダイソー枠にします。誰出そう、まあ、長田くんでいいか。で、ここは、坂井くんには一発を期待しつつかな。今、引っ張りかな。引っ張りで一発を期待しつつ、かなりスカット。こっちでカット打ちモードが発動すれば一番いいんだけど、オッケー、あー惜しい。で、ここで古谷なんですよね。なんすけど、今一応相手ピッチャー左なんですよ。栗原がいるんですよ、うち。栗原くんにここ出てもらいます。くせ者使います。徳のまみれになります。エンドラン、あー攻めているか。センター返しだな。センター返しでなんとか1本。あー、まあ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 、よし、最終回です。財前くん、まあ財前くんが最後なら問題ないかな。外角だけど、相手外角で引っ張りできます。決して流し打ち警戒にするのがめんどくさいというわけではございません。あー、まあ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 、今ね、パン一で撮影してるんですよ。あ、まあ、上は着てるけど、ズボン履いてないですけど、寒いね。自業自得なんで寒いのは当たり前なんだけどさ、寒いね、これ。ズボン履こうかな。あのね、ズボン洗っちゃったのよ、パジャマ。せっかく休みだからさ、洗濯しようと思って。洗っちゃったんだよね。で、服だけやっぱ寒いから着とこうかなって思って、上だけ着たんですよ。上だけ着たんですけど、やっぱ寒いね。冬舐めてたね。もうダメだね、服着ようね、みんな。6対2、ありがとうございました。なんか絶対的な強さはあんまりないけど、林が2本ホームラン打ってる。見てよこれ、すごいじゃん。上げてきてるじゃん。みんななんかこんな感じでいい感じでホールドもついたりしてるし、いいね、ありがとう。古谷で正解だった説あるね。赤尾くんが153キロ、赤尾くんは160キロまで出してもらいたいと思います。こんな感じでドラフトまでやっていきたいと思います。先に選手の振り返りから、秋大会の振り返りやっていきましょう。いつも通りでございます。2年生赤尾くん 2.08 番頑張ってる。0.00、古谷くん 0.00、 ああここの大会は 0.00、 ここの2人も 0.00 と。藤本くん1割4分3分まあ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 、次の大会ね、赤尾くん2割5厘、今つく6割6分7厘完覚醒してるよ。酒井くん2割5厘、まあ栄えてなかった、2割8分6厘、まあ上げてきてる。島木くん3割7分5厘、まあいつも通り。3割7分5厘、いつも通り。と林4割9厘、最高。で、ここは5で進んじゃいましょうか。ドラフトやってきます。あ、ノックマシン壊れちゃったわ。 OK、 ドラフト会議行きましょう。今回は誰がどこにいるんでしょうか。西井くんが気になる。土橋くんがヤクルト、なんかめっちゃヤクルト色わかる。オリックスバファローズ西井、横浜リエレベーターズ加藤、押田くんホークス、オーベオーホークス、楽天ツボだ。なんかこういうところでホークス選ばれると嬉しいね。押田くんも頑張った、最終的に3割乗っけたし、まあホークス行っても頑張ってください。こんな感じで西井がオリックスだったのがちょっと意外でした。やる気マックスオリックス。